それでは20分間のダンベルワークアウトを行っていきましょう。まずはウォームアップから行っていきます。片手を伸ばし、反対側の手で引きながら肩を伸ばしていきましょう。腕を交代していきましょう。次は手を上に上げ、肘を引いていきましょう。二の腕、脇の下、脇腹が伸びているのを感じていきましょう。腕を交代していきます。手を後ろに大きく回していきましょう。肩が回しにくい方は肘を曲げて回していきましょう。次は前に回していきましょう。足の甲を後ろからつかみ、膝をしっかりと曲げて太ももを伸ばしていきましょう。足を交代していきましょう。次は足を振っていきましょう。股関節の前の部分を伸ばすように後ろに足を流していきましょう。足を交代していきましょう。それではダンベルワークアウトを始めていきましょう。両手にダンベルを持ち、膝とつま先を前方に向けて握り拳1個分ぐらいの足幅にしていきましょう。ゆっくりと上体を立てたまま膝を曲げていきます。ももの上と床が平行になるぐらいまで曲げて、下で軽く止めるのを意識していきましょう。次は足幅を大きく開いていきましょう。片手を天井に伸ばしたまま、反対側の手を床に向けてスクワットをしていきます。立ち上がった時に手を横に上げてサイドレイズをしていきましょう。サイドレイズは手のひらを床面に向けながらダンベルを上げていきます。手を上げすぎて肘が下がってしまわないように、肘を高くするのを意識しながら上げていきましょう。次は腕を交代していきましょう。上に上げる手は頭よりも後ろ側に行かないように、少し前側に上げていきましょう。サイドレイズをする際は背中を少し丸めながら、ダンベルを前の方に上げていきましょう。そうすることで綺麗な肩のラインを作ることができます。頑張っていきましょう。We'll be right back.
は手のひらを上に向けてダンベルを持ちましょう。腰を下ろしながら手を曲げてアームカールをしていきます。腰を低くした状態のまま横に手を伸ばしていきましょう。ダンベルを横向きにして肘を伸ばしていきます。そうすると伸ばした時にクッと二の腕が締まるのを感じるでしょう。締まったところで少し止めるのを意識しながら動かしていきましょう。次は足を前後に開いて両手を横に下ろしていきましょう。腰を低くしながら両手をまっすぐ前に上げていきます。上げる手はサイドレイズと同じように手のひらを床面に向けて上げていきましょう。肘が下がらないように肘を外側に向けて軽く曲げていきましょう。そう、できてますよ。次は足を交代していきましょう。腰を低くするときは膝は床につかずギリギリのところで止めるのを意識していきましょう。前の膝はつま先の上かそれより少し前に出るように重心を前方に意識したまま動かしていきましょう。次は足を左右交互に動かしていきましょう。片足を一歩後ろへランジをしたら立ち上がり両手を上に伸ばしていきましょう。ここからは上半身をメインに引き締めていきましょう。まずは両手を前に伸ばし、背中を丸めたところから肩を後ろにローテーションしていきます。ローテーションして胸を張った状態のままアームカールをしていきましょう。アームカールをして肘を曲げたところで軽く止めるのを意識していきましょう。胸をぐっと上に向けたまま肘を曲げて一回止めていきます。この時にくびれの上の部分、背中側の部分がキュッと締まるのを感じていきましょう。次は片手ずつ行っていきましょう。片方のダンベルを肩に乗せていきましょう。反対側の手を床面に伸ばし、肩も下げていきましょう。そのまま下側の手をぐっと肘を曲げてアームカールをしていきましょう。アームカールをしたところで 2,3 秒止めるのを意識していきます。止めた時に先ほどと同じように脇腹の後ろの方が締まるのを感じていきましょう。肩は胸を張ってローテーションし、後ろ側に意識したまま動かしていきましょう。
腕を交代していきましょう。次は今の動作にサイドレイズをプラスしていきましょう。サイドレイズをする際は肘を軽く曲げ、真横ではなく少し斜め前の方に上げていきましょう。そのまま肩をローテーションし肘を曲げていきます。肘を曲げた時にしっかりとそこでキープし、脇腹が締まるまで感じていきましょう。次は反対側の腕を行っていきましょう。頑張りましたね。今度はもう一度足を前後に開き、両手を前に下ろしていきます。軽く上体を前に倒したまま、両肘を曲げて背中を寄せていきましょう。背中を寄せたまま、足を後ろにゆっくりと上げていきます。キープできるところまでしっかりとキープし、ゆっくりと足を下ろしていきましょう。肩が上がらないように肘を下げ、首を長くするように効いていきましょう。次は反対側の足を前に出していきましょう。よくできましたね。残り4種目です。頑張っていきましょう。次は足を肩幅大に開き、ダンベルを前に下ろしていきます。ダンベルを下ろす際は背中が丸くならないように胸を張ったまま下ろしていきましょう。
下ろしたところで肘を引いていきます。背中を寄せた状態のまま肘を伸ばしていきましょう。ダンベルを持つ手のひらが上側に向くようにしながら肘を伸ばしていきます。伸ばしたところで二の腕がキュッと締まるのを感じて軽く止めるのを意識していきましょう。次はダンベルを胸の前に持ち、足を大きく開いてワイドスクワットをしていきます。スクワットをしたところで2回優しくバウンドするのを意識していきましょう。上体が倒れすぎないようにお腹をぐっと締め、胸を前方に向けたまま腰を低くしてみましょう。次はダンベルをスイングしていきましょう。スイングするときに汗などで落とさないように気をつけていきましょう。スイングするときにダンベルを肩の高さまでグッと上げたらお尻を締めていきます。力を抜いたところからお尻をキュッと締めるのを意識して動かしていきましょう。これでラストです。最後はショルダープレスを行っていきましょう。両手を肩の上に置き、天井にグッと手を伸ばしていきましょう。下ろすときは優しくゆっくりと下ろしていきましょう。伸ばすときはさっと肘を伸ばしていきます。お腹をグッとへこまし、腰が反らないようにキープしていきましょう。ラストスパート30秒はスピードアップをしていきましょう。下ろすときも上げるときも素早く動かしていきましょう。これでラストですよ。あと少し頑張っていきましょう。はい、お疲れ様でした。よく頑張りましたね。それではダンベルを置いてクールダウンをしていきましょう。まずは腰に手を当て、頭を左右に回していきましょう。肩の力を抜きながら頭をぐるんぐるんと回していきましょう。次は手の甲を腰に当て、反対側の手で肘を前方に引いていきましょう。肩甲骨が開くのを感じながら背中を伸ばしていきます。腕を変えていきましょう。
次は後ろで腕を組み胸を伸ばしていきましょう。同時に背中を寄せながら背中のこわばりを緩めていきましょう。左右に揺らしながら全体に胸を伸ばしていきます。次は両手を膝に置き、膝を左右に回していきましょう。次はお尻を下ろし、足首を伸ばしていきます。手をつき、前後に揺れながら、自分のペースで足首を伸ばしていきましょう。お尻を上げ、前屈をしていきましょう。体が硬い方は膝を軽く曲げて上半身の力を床に落としていきましょう。もう一度両手を膝に置き、顔を前方に向けながら大きく息を吸っていきます。吐きながら背中を丸めていきましょう。最後は深呼吸をしながら手を後ろに回していきましょう。お疲れ様でした。